あ、ナスな。それで安い。なるほど。台風でナス。どこさんですこれ。うん、書いてな。台風の影響ここにもってちゃんと。結構やっぱ気づいてるね。あの剥げてる皮が。じゃあこういうの安いと普通の値段によって他の影響を受けてなかったところで。ああなるほどな。かぼちゃ100円、北海道産です。あ、ほんまや、兵庫県丹波産とかある。まったけうまそう。見てね、どんなキャベツで大根で、その隣に白菜。なるほど。キノコはいろいろ、エリンギとか生しいたけとか。ピオーネいいね。なんかラフランス、これ洋梨やな。なんかスイス思い出すわ。あ、なんかキウイとかも売ってるな。これ見切り品コーナーみたいなやつ、これ、うん、このやつ。これ結構このキウイなんか見切りぐらいが熟してて美味しい。でもさすがにかなり熟やな。あちょっと熟すぎる。めっちゃ熟や。ゴリに似てるやつ。面白い。なんかスイスとかもありそうな。カイラン菜っていうの、うん、このゴボヤのこれ1メーターぐらいある、うん、徳島さんなるときのとき、そんなの知らん。なんかあれかな、味噌でつけてるとかですかこれな。もしくはこれぐらい。あいいね。わ、味うまそう。味550円ぐらい。これだね。ほらほら、紫芋ポテチ、紫色ポテチップスポンなんね。これすごいっすよ。これいろんなやつが、ゴールデンカレーとか。あ、これうまそうやね、クリームシチュー。でかっ、でかっ。450、1メーター20ぐらい、はい。結構いろいろ買いました。そうね、ハロウィンだらけか今は。からし酢、美味しそうやな。どんなんちょっと見せて。すごいな、このテレビで紹介されたのがやっぱ売りになるんやな。あ、なんかこのスイートチリソースとか懐かしいな。これうまいんよ、これ、ね、これうまいんやけど、カロリーが多分えらいことなんねんな、これ多分。すぎんねんな、うん、ここにもタピオカ売ってんねん。あ、ほんまや。安っ。それいいですか、写真撮らせてもらって。98円、91円やって、はいはい。しかもブラックタピオカっすよ、しかも。お家でタピオカ。あ、これもすでにあれか、水で戻すやつやん、これ。これストローまで売ってる。意外とな、いるのが分かったかな、このストロー。タピオカシロップ漬けてるので。お前、うん、これはそのまま食べるやつやな。え、ちょっと待って、タピオカミルクティー売ってるやん、お湯入れるやつ。え、マジで。あ、これはちゃんとタピオカでんぷんで書いてんねや。ということは本物やな。あの、この前俺らの作ったやつ、あれ多分偽物というか。あ、これうまそう。これフライドチキンの素、台湾。ええー、なあ。カムジャメンな。あ、これ韓国やな。韓国ね、あ、それなんか香港かなんか上海かなんかで、ね、しちゃうの。シーフードソース、なんか向こうで買ってこいって言わんかった俺行った時、はい。これな、青唐辛子、砂糖、紅茶。じゃなあとパリ、あ、こんなんね、沖田くんってやつやな、これな。このウサギな、確かにうるせえな。あ、めっちゃほら具がおもろいな、これ。あの、名前も上手やし、その選ぶ商品も上手やし。何からが好きな人のコーナーです。うわー。あ、これよう見る、18金カレーって。よろしくお願いいたします。これなんかチーズドッグの冷凍あんねや。これ1500円。あー、スガキやな。名古屋やな、うん。何これ、何これ、芝タフ。何これ、芝仙台風って、これ初めて見た、こんな。ご飯にかける餃子。見せてよ。お、黒ニンニク。え、松山って書いてるよ、これ黒ニンニク。何それ、プチッとマグロ、十穀味噌ふりかけ。これ作りたい言うとったな。これ作りたいね、その釣ったイワシでな。イワシで。え、これなんかおもろいよ、これ関西土産コーナーってあるんだよ。ちょっと買いようかな、お花だらけやけど。な、3000円。マヌカはもうニュージーランドでも高い。うん、確かに2000円とか2500円とかするもんな。これがほんで美味しかったよね。ああ、これな、うん、あ、ここで買えんねや。韓国行かんでええやん。なかなかいい勉強になるな、ここは。
結構綺麗な葉っぱやね、うん、これ葉今最近のカブラでも葉っぱつけんのこれ、うん、今ほら見て、うん、これ1パックこれで298円、ね、結構するな。レンコン今季節じゃがいも、あ、まあ、まさに今か。北あかりメイクイン焼きサンマ、バッテンバッテンで入れたらなんかそうやな、これうまそうやな、これ。あ、あったあった、タピオカ売ってる売ってる、そうそう、メロンパンアイスっていうのが人気あるらしいで、あまりの人気に3週間で販売終了、そうそう、でしかも270個限定やね、買ってみる、そうやな、ちょっと面白いかな、1個でええか、2個買ったから、あ、これうまそうやん、これこういうのやねんな、こういうのをな料理コーナーで作りたいんよね、こ卵やっぱな、あの手なんなん、そう、これな龍馬、これが美味しいんや、龍馬っていうのは。あの、なんかこのバッグがローストバッグがホップだけやろ、あこれはのノンアルコールとかやと、ほら、あ、イラも入ってんや、タンパク、ブドウなんとか、はいはいはい、いろいろやろ、あでカラメル色素まで入って甘味料が入っと、あそう、そのね、甘味料があかんらしいで、うん、だからこの龍馬がお気に入り、有料アルコール、ノンアル商品なんですよ、あエチゴビールやって、エチゴってどこ、新潟なんやろな、こういうあの瓶ごと飲んだ美味しさやな、かんぴょう、わ、かんぴょう売ってるやん、なんか良くない、これかんぴょうってなんか珍しいよね、これが出てきたね、まあ、これが鍋や、鍋がな、あ、まあ、これがなかったな、前はかぼちゃが、多分これは初めて見たかもしれない、これは、これは、お、かぼちゃ白玉、これな、これは微妙やな、ミニトマト入り豚汁、どうやろう、あ、チンジャオロースの、チンジャオロースもな、あの全然あかんねん、料理動画で全くこうへんとか、そうね、ちゃんとこの高さ考えてんねんな、これ高さをこうちゃんと考えて、はい、というわけで今日の買い出し終了です。